美の世界一決定戦。いや始まりました、始まりました。はい、今回ですね、この決勝戦でございます、はい、まず、メンバーを紹介したいなと思います。はい、A ブロックを勝ち上がった神谷玲子さんでございます。はい、神谷玲子です、よろしくお願いします。続いてですね、B ブロックを勝ち上がったマリモさんです。はい、トマトを狩るなら俺に任せろ、マリモでございます、よろしくお願いします。はい、で私ですね、現チャンピオンのリノでございます、よろしくお願いします。すごい、はい、でですね、今回レジェンド枠がガルゾーさんでございます。はい、まあレジェンド枠というとね、すごいいい感じですけど、なんかちょっとずるいなっていう感じ。まあ一応初代、リノ世界大会2位のガルゾーです。1位じゃなかったんですね。まあウイチと俺と2人でやっただけなんですよね。だからまあ結果俺負けたんだけど、まあ俺世界2位で、導入して、4日目で実戦なんですけども、はいはいはい、まあ各々20代導入されてるじゃないですか、すごいよ、ホールさんが。びっくりした。っていうところで、その大選択のセンスって問われると思うんですけども、はいはいはい、何これ、何狙い、ハマり狙いです。これリセットしても引き継がれ、引き継がれます。あ、引き継がれるんだ。はい、なんか半端に稼働して負けた台とかがいいんじゃない。これは前日最終13ゲーム、僕神谷さんの見たんですよ、はい、前日めちゃめちゃ6っぽい台を背負ってないです。背負ってないの、もうすぐ昨日22ゲームぐらいでやめてて、すごいな、もうめちゃくちゃ右肩上がりの綺麗なグラフのやつを選びました。はい、背負ってない、一番ガチなんじゃないかなっていう超ガチ勢現るですよね。で一応ですよ、ルール的にはもちろんサマイス勝負になるんですけども、はい、大移動は自由でございますので、はい、ということで実戦開始したいと思います、よろしくお願いいたします。お願いします。皆さん準備はできましたか。はい、はい、できました。大丈夫です。はい、それでは決勝戦スタートいきたいと思います。はい、あ、いいのもうスタートなのね。はい、スタートです。3、2、1とかあるのかと思った、はい、もういいんだね大丈夫です、いきます。はい、大丈夫です。がっくんしましたね。まあとりあえずこれ13ゲームでやめてるんで、で13だからまあ落ちてる可能性もあるけど、まあワンチャンまだあるかもしれないという、まあ4日目なんで分かってないですよ、こうやって可能ね、落ちたと思ってやめてっていうのもある、閉店でやめてっていうのもあるんで、だからまあそのチェックですね。朝一なぜかトマト揃えてないのにボーナスが揃う状態でスタートしてたりしないかなとか若干思ったんですけど、そういうのはなかったです。この台昨日がちょい負けかな、これ多分チャラぐらいかな。でその前の日は負けてて、前々日も、まあ、プラマイゼロかちょいマイナぐらいで終わってるんですよね。だからまあいいとこがあんまない感じなんで、まあ、そろそろ良くなってくれてればいいなというところです。よし、来た、いきなり来ましたよ。最近の、あ、すごい、青が、青か白だね。でも1個前が赤青なんだよな。結構ジグザグですよね。ってことは白でいこう、白いきます。うっそでしょ、くそ、青じゃねえかよこの2ステップあるじゃないですか、これなんか外れ目出るとチャンスモード滞在とかあるみたいなんですよ。その場合は、まあ、逆押しとか中押ししてる場合は右下がりにトマトがテンパするらしいんですよ。その場合は、まあ、トマト3択とかそういうのが成立しやすいみたいなんでね、それがね設定差結構あるんじゃないかなってお話なんですよ。だから演出で見極めたりとか、ノーマルモードとこのトマト農園モードのみで判断が効くらしいんですよ。でノーマルモードの場合はその演出が起こると、遅れプラスリプレイだったかな、で、そのチャンスモード濃厚で、トマト農園モードの場合はそのさっきの2ステップ、青いトマトが2人いましたけど、そこで外れ目で期待度がアップするみたいなんでね、そこら辺だけは抑えておこうかなと。まあ、残念ながら3択ミスっちゃいましたけども、早めに
トマトチャンスが来るのはいいことですもんね。ちょっと前向きに考えておきますわ。お早っ、青だよね。もうこうなったら青を狙うしかないよね、外れるまで。はい、 OK、 イエーイ。でも一番音でかくして当たったよ、当たりましたよ。なんでですか？案の定神谷さんは一番なんかマジかよっていう顔をしてくれたんで嬉しいよね。ああいう顔をしてもらえるとなんか今出てたな、話に夢中で。うわ、なんかこれね、みんなの声聞こえるんだけど、 TC 来た来たとか聞こえるからちょっと今外しとくわ。まあ今回はね、これまでのリノって相当硬派な台でね、何も教えてくれない、何の予告もない、何の演出もない、液晶はもちろん、もう本当にただひたすらこう台に向かい合うっていうかね、そういうのがリノだったんだけど、一転してね、急に液晶ついてモードもつけて、まあ SP シリーズになったということで、まあ分かりすぎるとチャラくなったわけですよ、リノが。まあいかんせんね、あの当たれば一緒、もう設定関係なく、連チャンチャンス期待度は一緒っていう状、それが変わったっていうところはまあ大きいよね。まあ高設定ほど連チャンしない、低設定ほど連チャンする、どっちを取ればいいんだというね。まあ短時間勝負だったらまあ、低設定っていうかね、設定気にせず打つ感じでいいと思うんだけど、トマトを揃うことができればもうその後はもう連チャンさせられるね、あの打法を持っておりますので、まあそれも使って予選 A を突破してきたので、そこはもうトマトさえ引ければ3択。はぁ、聞こえたっぽいですかね、聞こえたっぽいですかね、トマト落下警報が鳴っております。皆様、枠上注目してください。ああ来て見てください。俺初めて見た、あいるじゃん、バートマト、トマト、いきますよ、せーの。これ絶対落ちんのかな、落ちないこともあんの、はい、落ちるんだ、イエーイ、いいもん見れた、トマト神殿にイエーイ。え、揃ったの、え、また来たんだけど、また来たんですけど、2度目っすよ、え、また俺だからバーっすよ、バー、黒バーを冗談ビター、よっしゃー、来た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 、79ゲーム、来た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 、よっしゃ、じゃあ2ゲーム紹介しましょう。で、私の好みといたしましては、完全告知モードが好きなんで、これでいきますよ、いやちょっといきますね、完全告知モードでいきます。今日は右手でかける、よっしゃー、1ゲームでゲッチューでございます、ありがとうございます、揃いましょう、はい、オッケー、ビッグボーナスが82ゲーム、さすがチャンピオン、みんな大好きって言ったね、みんな大好き、はい、無事いただきました、イエーイ、よしよし、3000円の投資です、やってきました、ビッグが欲しい、イエーイ、まず一発目ビッグボーナス、設定しさはないですね、よし行きましょう、決めるぞ、いやいいですね、よしよしよし、ありがとうございます、2連チャン目、
ストレスが地球をダメにすると、かつて森高千里は言いましたが、お前煽り、これ煽りもだったら本当あったくるからね。でこれ中押しして青ナルとか中段止まって、トマト青リンゴとかでいい目だなとかって言って青リンゴクソってなるから右からいきますよ。はい、おはようございます。223ゲームまだ何も言ってない、まだ何も言ってない君たち。まあ朝なんでバーなんですよね。朝冗談で、冗談はまあ基本的にバーっていうのが僕のやり方で、朝一なんでとりあえずご挨拶代わりのバー狙いです。はい、青奈々でした。ありがとうございます、お世話になります。実戦からなんですけど、結構ね今回ねピンチ目がね強力というか強いんですよね。だからまあ俺連チャンしなかったんですけど、あーちょっと厳しそう。もう稀にあるんですけど、あーさすがに5分の1のあたりだから、もう10ゲーム過ぎたらほとんどもういないというか、やばないっすか、センスな。この台トマト揃えたらいいわけじゃないですからね、言ったら連チャンさせるかどうかだけですからね、言ったら揃えた時に。まあ結局揃えなきゃいけないんだけども、いやなんか連チャン率が相当いくんで、自分の引きなのか高設定なのかっていうところもねちょっと出てきましたね。いやでも 86% 継続ですもんね。最初に10連とかできたら大きいけどな。よし行こうか。ああ、そんなこと言ってられたら私はあれですね、打法をやるの忘れてましたね。まあとりあえずここは普通に行けることを信じてやっていこうかって思うんですけど、あ音止まったよ。ってことは今のピンチ目、トマトトマトボーナストマトトマト、あれで同時当選というかね重複したってことですね。ということで 2連目、イエーイ。やだ、なんだ終わっちゃうの、早かった。初回は3連終了ですね。まあビッグが3回だったんで、まあそれはね助かりましたけど、ちょっと移動してみますわ。もしかしたら設定変更が早い天井じゃない特徴があるのかもしれない。朝一台来ました。もしかしたらなんかあんじゃないかという淡い期待。自分が今日で2回実践して、2回とも朝早い感じだったんですよ。で、神谷さんとか、まあ、リノ君もそうだし。え、あ、これじゃない？これほら、あらチャンスモードにいる。さあどうしようかな。白じゃあ赤青でいってみようかな。なんで2回ずつ来てるじゃないですか。じゃあ次青ですよ。青は絡んでるはず。マジかよ、白じゃねえかよ。いやでもこれあのいるのが分かっちゃったんでチャンスモードに打ちます。これ青リンゴだったらもう大移動だね。ちょうど10本なんですよ。あ大移動だな、これ大移動確定。340ゲーム1台目やめよ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいよ。この台のちょっとですね、あのリール、左リールをよく取っていただきたいんですが、ずれてるの分かりますか。リールがずれているということは台を開けて中をゴニョゴニョしたということでしょうか。待ってください。前日、あ昨日こんなに
落ちてますよ。ちょっとこれにしましょう。なんでこれ気づかなかったんだろう。よし、じゃあこれ打ちます。あ、スキップしててさ、これはもう、え、すごいすごい、こんなの初めて見た。これもうさ、いけるってやつですよね。いきますよ、ですよね。よし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 、斜めがいいな、だったら。いやー、平行か。赤七でも私はいつも成り場を狙うって言ってたんで、もうそこを狙ってみてどっちが入るかで決めます。いきましょう。あ、そうなると赤七になるのかな。あー、バー揃い、バーで成功した。よかった。ちょっと早めに押せたっていう感じですかね。よしよし、132ゲーム無事トマトチャンス来て決めました。これあれなんですね、高確率モード中もトマト普通に落ちるんだ。僕やべえっすわこれ。今これ見てください、これやばないっすか。ショーゲームで僕トマトチャンス5回来てる。これ6だな。ブーンってきました、ブーンっつって。あ、来た来た来た、珍しいね。まあまあずっとなんで、いきますよ。まだなんでね。オーケー、274ゲームですね。落ちてるっぽい感じがしますが、落ちてるっぽい。神谷さんもさ、はい、高設定かもしれないです。それ強気かもしれないからね、言ったら。いや、そうなんですよね。そうそう、なんか朝一これ一発目の当たった後パネフラするみたいな書いてあったって見たんですけど、平行のコースね。それはしなかったですよ。カビはガチプロやん。ガチやん。そして私トマトチャンス、まさかこっちからあったんでしたっけ。左、右リールが下段にトマト。チャンスモードじゃないですか。あ、そっか、うん、そうや、見たことなかったんで分かったかったんですけど、そうですね、 50% 来ました。同じく鳴り場でいきます。はいやー、決まった。神谷さんの当たりだろあれ。イエーイ、よし、戻ってきました、速攻戻ってきました。ああ、5人だ一応。まあ資産はね、ありますけど、まあ確定とかじゃないんでね、そこまでですけども。あれ入ってるよね、あれ入ってない。おいしい、そう、おいしいトマトいただきました。169ゲーム無事に、よかった、とりあえずよかった。イエイ、ビッグボーナスやりましたね。追加投資はもちろんないです。はい、どうも。この椅子からだったら、これはもう見て、これ青が全然ないんだから、わかんないです。赤、ついに長年の沈黙を破って青が来よった。俺もおるで。エビス様、お助けください。エビス様、エビス様、どうでしょう、答えてくれない。エビス様、こう来てるね今ね、こう来てるね、これ順当に来てるってことはもう一回赤でしょ、赤コインでも青の逆襲っていうのもあるからね。青赤か青です、また青かいですよこれは。青、赤か、おい。いや、こっちだ、こう
うこうじゃなくて跳ねた跳ねた。お、まだいんのこれ。2-0-2ですよ。いやこれはかなりコゼットの可能性あるんじゃないですか。ちょっと平均レンちゃんは全く足りてないですけどね、6だったとしても。2-3-4-5 OK できました。大勝負。おいよあ、もうかリプレイラーが引くと嬉しくなっちゃうんだよな。はい、あ、リプレイ2連発やめてはい、来た。さっきもそうなんですけど、今回も5回転目、やっぱ愛してるが効いてますね。ぴったり2回続けて、これは本当に皆さんやった方がいいかと思います。あと大連チャンしてますんで。いや、このまま、まあ、行こう、バー行こう。裏切らない、バーは裏切らない。おお、いいよいいよ、これテンパイ。おお、いいですね、ありがとう。121ゲームで、ございます。チャンピオンピック、さあ何もないね。じゃあいくよ、2-3-4-5 OK、 気持ちいい今のは。お、激しいから5連目でございます。止まりません、もうビッグでいこう。さあ、すべてビッグ、いいですね。初のチャンピオンレギュラー。チャンピオンレギュラーはめちゃめちゃダサいな。チャンピオンビッグはなんかいいけど、語呂的に。いやいや、いいでしょうよ、別に。いいじゃないですか。勝手にやらせてくださいよ。三択です。もうだから白ですよ。迷うことはない。よっしゃー、オーケー。ようやく揃ったぞ。ほら、4.9 分の1だろ。もう揃いたくしょうがないだろ、お前。オーケー、14,000円。青狙いたいんだけど、苦節。341ゲームプラス193ゲームあー、やっとやで。オーケー、ピコピピピピピー、ありがとうございます。199ゲームこの台では、総投資が16本、ようやくビッグでございます。よし、500枚突破いきましょう。いきなり出ました。どう、初めてトロフィー出たよ俺。おお、ビッグ2連チャン6ゲーム、ありがとうございます。ね、ちなみにちょっとビッグ中の話なんですけど、今ちょうどこのランプついて、まあ予告音になったんで、シフト外しを行うところで、通常ならみんな左の7リープバーを狙っていると思うんですけど、これフリーでいいです。で、フリーだともちろん危険性はあるんですけど、うまく出てくれるかな。そう、押しちゃいけないところを押した場合、今のような警告音が鳴って、で実際は右リールに、ショートフリーズ、右リールがすぐ押せない状態になるんですよ。フリー打ちではパパパッと、あ、危ないってなって、でここで赤7を押せば、シフト外しになります。なので、基本的にはもうずっとこのスライドストップで OK で、でやばい時だけ警告音になって右が止まらないんで、赤7を狙うって、結構シフト外しこれ頻度多いでしょ。だから目押しちょっと鬱陶しいんですよ、連チャンしてる時とか特に。だからまあそのストレスを軽減するためにも、
まあ僕は振り打ちを推奨します。お、マッスル兄さん、マッスル兄さん出た、ありがとう。いやー、なんとかみんなと戦えるところまでは来たかな。お、なんだ、あ、終わるんか。うわ、うそー、うそー、うそだー。でもやっぱなんか平均的な感じではある。6連もうちょっと行きたかったんですけども、まあでももし高設定だったら、まあこんぐらいが普通なのかな。現状やっぱね、トマトの落ちもいいですし、レモンが転落時は落ちやすくなっちゃうんすよ。うおお、あ、これリンゴか、リンゴ、リンゴは高確率状態であれば 66%なんで、これで当たってないとも落ちてる可能性非常に高くなるといったところなんです。よー、落ちてっか、落ちてんかい。あー、レモンも揃っちゃってるね。6連か、中段レモンであればまだ高確率状態だし、だし、だし、うわ、さっきと同じ。もうね、赤ばっかりなんですよ、赤のオンパレード。これね、非常に難しいところで、そろそろまあ裏切ってくると思うんですよね、チャンピオンとしては。青かな、やっぱ青にしていいですか。まあ3分の1なんですけども、こういうこと、こういうことなんです。あのチャンピオンなんですね、うん、現チャンピオン、チャンピオントマト、ありがとうございます。13ゲーム、あれ、何これ、なんだこれ、なんすかこのデメ。あ、でもこれなんか見たことあんな、当たってる、おー、いった、やった、よしよし、一発目、新しいトマトからのまた新たな旅の始まりでございます。レッツゴー。いやー、もう無理か、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 はい、これがトマトだったらまあいいわね。くっそちょっと僕調子乗ってたんで、今すみません、ぶっちゃけ止まったと思ってました。はい、なんかもう6ってる気分だったんで、なんか上トマト来たって言おうと思ってたら、なんやねん、なんやねん、お前どういうこっちゃ。全然出てこないの、本当に出てくるのを禁止されてるかのごとく出てこない。まずい、ピンチ目。ここで打ってれば、落ちたかどうかはすぐ分かるので。あ、落ちてましたね、残念。まあ、低設定でも高設定でも全然あり得る、そんなもんで分からないよね。お前狙ってやるよ、今日調子乗ってっから。バカにしてんの先輩、そろそろスターパルサーじゃないですか。なんでスターパルサーの。いや、めっちゃあるから、ここ。え、マジで。ニューパルがなんか多分20台ぐらいあって。本当に。スターパルサーも10台ぐらいありましたよ。打ちたいね単純にね。なんですか、リドだけは脳ガキじゃないんですか。脳ガキだけじゃないんですか今日は。いや、すいません丸山さん、6なんですよ。だからもうチャンピオンあれなんすよ、6なんすよチャンピオン6なんすよ。チャンピオン6積もったくさいっすよ。言い方がむかつくな。こっちはこっちで出てるじゃない。そうですよ、私のタイムも悪くなさそうです。トマトチャンス結構来てるんで、多分6です
え、今日そんなロックあるんですか。まあ勝負ですからね。でもちょっとなんかマリモさんが一番なんかちょっと心配になってきました。だって移動してるし。そうそうそう、ちぇちぇちぇ、あのほらあの一番年長の一番なんか触れたらやけどしそうな方ですよ。あの今とかやばそうなの。一切触れてません。ほらトマトチャンス9回で45分の1ですよ。これ映りますか。これ45分の1、まあ、トマト取りは1回408分の1。何をしとんの。やべえ、チャンピオン、チャンピオンの連チャンが止まんない。もう1000枚超えた。ちくしょう。次は奇数プラス高設定差でだな。もう分かんねえな。マッチョ姉ちゃん一人一人ですね。あっつ、あっつ、はい。お、え、なにこれ、え、これは何ですか。払い出しもない。これリーチ目なのか。すごいっすね、リンゴ蹴りましたわ。やば、当たってるよな。やば、1ゲーム連ですね。1ゲーム連じゃねえや、2ゲーム連か。ちょっと待って、当たってるよな、うん、ここレギュラーっぽいっすね。あ、ビクだ、やったー。ないと思ったらそれまでだからね。何かがあるかもしれないと思ってやってたら何かがあるかもしれない。何もないかもしれない。それはみんなわからないので移動します。はい、移動しました。3代目、ほら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 、やっぱ朝一代狙いありだな。これ食えるな。赤だね。 OK。 いやー、よし、おし、なんてやりました、やりました。持ちコインで当たりました。朝一台全部タバコ置いといて。だってね、500ゲーム600ゲームトマトチャンス来ないなんて結構普通に言ったらあるのにさ、朝一あっという間ですよ。うん、落ちたでしょう。いやでも全然よか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 。なに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 、え、なにこれ、え、落ちてなかった。なんすかこれ、でかいの。落ちてなかった。落ちてなかった、やった、ありがとうございます。すごいの見ちゃった。なんかリノさん調子良すぎる。23ゲームですね。はい、久々というか本日初のレギュラーです。え、492ゲーム、まあ、持ち玉でいけました。まあ、何々以上濃厚とかっていうものは一切出てないんですよね、私の代は。いや、チャンピオンの代は。トマトはまだね、いまだに、あ、トマトじゃないや、いまだにレモンは落ちてないですけども、まあ状況的にちょっと厳しそうな気はします。まあ643でトマトチャンス11回、もう6以上なんですよ。なんかあれですね、あの、わからないですけど、まあ低設定じゃなさそうですよね、どう考えても今のところですよ。なので手は緩めません、私。この後速攻またトマトを揃えてまた出玉増やしますんで。おお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 お、今こうリールロックしたね。ハーデス、ハーデスじゃない、デビルみたいに右からどっから止めたら楽しいんだこれ。
これ 100% トマトが分かっちゃうもんね、右でね。中からいきますか。これは多分中からの方が楽しいんじゃないかな。あ、単純に3分の1か。結構出るよね。いい台なのかな。もうこれは赤しかないよね。はい、 OK。 よく当たるな。4連続です。お、2出目です。負けか。わあ、これはいけるやつですか。なんだい。いや、イエー、チャンスモードあったー。ルルルッテ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 。どれにしようか、どれにしようか。もうね、ずっと変わらず来てるんで、いきます。 50% なんできっと大丈夫。せーの、大丈夫。うん、大丈夫なんです。はい、来たはい、まず一発。はい、ビッグデー、はい、お願いします。ありがとうございます。64ゲームです。よし、やっとビッグ。さっきはレギュラー単発で終わりましたけども。お、初めて出た今日。設定差ないパターン。これ9回前までコインござらんよ、ござらんよ。いや、ちょっとね、今5連続コインにしてからやられちゃってるわけですよ。まあ、現状まだ私が一番プラスにはなってるはずなんですが、そしてそしてついに表示枚数1000枚超えました。よし、よし、1、2、3、4、5。うわ、ドキドキする。この叩くタイミングが緊張します。普通はレバーオンで決まるもんなんですけどねあー、なんか危険じゃないですか。ねえ、ほら来た、早いな。これはね、なんか分かっちゃいましたね、あの瞬間。あそこでした。終わった。13ゲーム、早い。速攻引いたピンチ目で落ちてしまったということで13連終了。トマトチャンス118分、あ、でもいいね。トマトゾロい158分の1。まあまあ十分か。ここは伸ばしたいな。お、来た。こう設定さ、弱だっけかな。まだね、ピンチ目は出てないんですけども。おいおい、リグレイ今ブってなったね。今リールロックしましたよ。これは大丈夫でしょう、はい。まあ立て続けに。よし、やっとだよ皆さん。9度目のコイン。あ、やったー、 OK。 635ゲーム入賞。なんとかスルーは免れた。バルトーさん当たってるか。まあ、あと800以内にはっていうところなんですけども、5枚目です。よいしょ。よし、懸命の次。いやー、1086。
赤いので。よかったです。1086円ビッグ、本日4回目のボーナスということになるのかな。総投資41トマト、やったんじゃないの。もう嘘でっしゃろ。やってるやってる、落としてる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 。おっすー、いやいやいや、まだ引いてないですよ。え、ここで、ひどい。まあ2連、まあコインが出ただけで、ビッグの2連だっただけで、まあよしとするか。通常時はやっぱりトマト農園モードで、ボーナス高確率中はオリジンモードですね。僕はそれが一番楽しいです。通常時何も起こんない台ではあるんで、まあ、少しでも演出発生させて、ちょっと気分的にハマりを軽減で、連チャン中は出目を楽しみたいので、そうなってくると、まあ、初代、何も煽らない初代が一番いいのかなと。打つのに集中しすぎちゃって。あ、また来たよ。本日2回目天空の、また揃うじゃないですか、トマちゃん。あの中段揃いでしょ、多分神谷さん。さあ落ちてくるよ。せーの、ドイ。いいね、注目。ずる。気持ちいい。トマト神殿に行こう。よし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 、いいですね。80回転、まあ、それまでにさっきも来たから、やっぱトマトチャンス結構来てます。うん、なんとも。やだ、ちょっとずるいずるいずるい、もうよくわかんないけど、いや、ずるいずるいずるい、多分ずるいっていう言葉は違うんだけど、ないわ。ちょっと待って、あのトマトからのスルーはショック。多分薄いの引いてんでしょう。おお、いきなりだ。ああ今全然熱くないやつ初めてだな、これで3択になったの。まあこれですけど、よし、ありがとうございます。126ゲームで高確率モード、高確率状態いきましたけど、よし、130ゲーム、また再びの王者のビッグボーナス。バラララララバンバ、バラララララバンバ、ドネチョンテントンサコンサレカンタ。すいません、4連なんてしちゃうもんだから嬉しくなっちゃって。まあ3択を制すものがってなりますけども、僕も先ほどね8連敗8スルーしてたんですよ。あ、よかった。ああいうのが続いちゃうと相当高設定でも厳しそうですけど。おお、よかったね。面白いな。まあレギュラーですけど、でも240ゲーム。え、それ以外の3人全員当たってない？選べない。やったすげえ嬉しいすげえ嬉しいやったー、嬉しい。長かった
映ってないしね。あ、嬉しい。映ってないから今の丸本さんの伸び。やったよリノポン。兄さんナイス、兄さんナイス。よっしゃ、怖い、この出目が止まると、まあ、ほとんど前ゲーム止まるんだけどさ。お、熱々やりました。あー、やった。そしてなんかグラフ的には昨日と似てる感じかな、どうだろう。また天空じゃないですか。しかも綺麗にトマトマトマできてます。トマトマトマ、いきます、いきますよ。はい、きた、いい音。はい、本日3回目。ただですよ、やはりトマト引いただけですからね。これさっきこれでスルーしましたから。ただ今みんな当たってるんで、そこに仲間入りしましょう、ね、セーフね、マジで。ちょっと違うよねえ、ちょっと違う、ちょっとねえ、何回スルーする。いや、すごくないか、丸山さんの台めっちゃチャンスまで行くな。順番で言うと青だよな。青を押したい、僕も枠内に。よし、気持ちが通じました。よし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 、ここから落ちずの2000枚。移動時以外で初めて箱が使えるかもしれない今日。いやー、4連です。結局箱使えない。やばいな、設定わかんねえこの台。いやでも僕朝の状態からこの今560ハマってるところとその他で考えたら全然設定状況が変わるというか。そうですね、その打つタイミングによっても、うん、4とかになってくると案外捨てちゃうかもしれないですね。あ、これはちょっともうプラマイゼロにここに来て。おっと今、おっと今タオルが、タオルが、ああ、42本マイナス、まあ、最後にまた言うことになると思いますけど、設定6で、多分設定6で、すみませんでした。570、本当に本当に来たよ。しかもここで止まっているということはもう50杯以上。さあ、やっぱチャンスモード違うじゃん、チャンスモードの方じゃん、3択じゃん。こっちで来てほしかった。まだいるんだチャンスモードに、結構ハマったけどな。でももう今さらさ、ここに来て最後に変える必要なんてないので、はい、いつも通り行かせていただきます。大丈夫、はい、大丈夫です。これでちょっと待って、これが続けば私トップです。リノさんを超えられます。よし、行くぞ。やったー、あるぞー、ビッグトロン。オッケーオッケー。700回転で1回しか止まっちゃうんすやってないって。
もうね、これで勝っても嬉しくないですよ、僕は。うわ、来た697回転、トマトが揺れました。なんか良さそうじゃない、集団ゾロやるんじゃないこれ。2度目ですよ。で、僕言ってたんだよな。ほら来た、ほら来た、ほら来た。何やるこれはないから、ここがこうですよ。あとはもうないって言ったから、もうコインっすわ。コインいったから。ほら来た、これ当てたら。来ました 100%。 マリオさんもある。でも俺も当てるか。急になんで俺は来て。俺は外すんかい。残り時間、鉄板トマト引きました。6分前です。 OKOK、 ちょっとやめて。なんなん。いやー、2回揃っちゃった。 100% トマトね、2回今のでリノ打ち始めて引いてるんですけど、2回ともボーナス引けなかったです。種なし。あ、種なし。え、種なしですか。落ちた落ちた。みんな種なし。種なしトマト。来た来た。716回転。トマトが揺れました。おお、来たね。これ、まあもう今日ね、ずっとコインに裏切られ続けた日々でしたけども、最後の最後ぐらい。がということで717回転。トマトが揺れました。何すかこれ。じゃあもうこのまま3回目だね今。おおもうダメだ、もうダメだ、戦意喪失。ここに来て、はい、まただ。 50% ギリ滑り込める。これで外したら、いやでももうね、これはもう行こう、いつもので。せーの、ちょっと、なんで最後になって、なんで。いや、66% です。2ゲーム続けてきた。で、これはさ、でもさ、もうさ、大丈夫だよね、さっきの言っても。行こう。はい、ギリ滑り込み、滑り込み行きました。さあ、あと3分です。あと3分、2ゲーム続けて友ちゃん来て、ついてるな。イエーイ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 、ビッグボーナス。第4回リノ世界一決定戦決勝戦終了いたしました。お疲れ様でした。はい、最後ですね、神谷さんが、はい、連チャン中だったというところで、うん、非常にどうなったのか、うん、気になるところなんですけども、接戦だったんですか。先輩、先輩はもう大丈夫ですよ。とりあえず結果の方行きたいんですけども、はい、とりあえずリタイアしたガルゾーさんから、はい、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、お願いします。あ、枚数もう分かんない。マイナス42本です。あ、結構入れましたね。ただ2台目はね、良かったんです。止まったチャンスは64分の1なんで、6の禁止ですね。チャンスモードも行って、とにかくトマトつろいがもう全然ダメだった。白当てがミスってたってことですか。そうっす。もう本当に本当に辛かったです。じゃあ続いて、はい、まあ、状況を見てマリモさん、うん、結果お願いします。はい、僕がですね、投資が14,644枚、全然 OK。 回収が490枚なんでマイナス154枚です。負けてます。まあ可愛いもんだ。まあそうです。レジェンドに比べればすね。もう俺比べたらもう。よこすよね。もう完全なるギャラ割れですよ。ね、僕もすごい良かったんですよ。同じような感じです。60分の1、70分の1ぐらいでチャンスが来て、半分ぐらい僕射止めてるんですよ。21分の11かな。僕3台打って、最初の2台の分負けてる感じですかね。なるほどね。連チャンがちょっと厳しかった。最大4連です。半日に1回ぐらい、まあ、10から15連ぐらいを中波はね、それを日に2、3回やったら、まあ結構な
もありそうになるかなと思うんですけど、はい、それをやれたのが、まあ、リノ君なんじゃないかなと。あ、そうですね、私はですね、投資が6本で276枚、回収が718枚ですね、でサマイ数がプラスの442枚となりました。ちゃんと待ってる。最後の最後でドハマりしまして、チャンスモードの移行もかなり少なかったんですよ。2度しか確認できてないので、トータル的には設定4ぐらいの値だったんじゃないかなと。で、まあ中間の設定で、まあ、これだけやれるんだっていうところ、最終的には僕はハマっちゃったので減らしましたけども。時に1000枚ぐらいあった、プラス、そうですね、1800枚ぐらいはありました。で、一応僕がプラス442枚となりましたので、はい、神山さん、ここは、はい、もうプラスサマイス、はい、バンと一発で話してほしいかなと思います。そう言いたいところなんですけど、はい、急いでみんなを待たせてると思って急いできたので、今サマイ全く計算してない。じゃあエンディングですよ。エンディングです。500枚ぐらいプラスだったらもうそれで500枚ぐらいプラスですって言ったんですよ。こんなざっくりした決まり方じゃん。ちゃんと出そうよ。500枚、じゃあ500枚以上プラスかどうかって。はい、私の結果、はい、プラス500枚以上です。あー、それすごいですね。なんかざっくり、なんか上げたくねえな。ね、渡したくない。ざっくりした表現で世界中が決まった。すごく嫌だ。いや、一応投資が3本、はい、それがでかいよね。マジで、はい、すっごい少なかったんですよ。すげえ、それすごいな。で、回収、最終的に、871枚。はいはい。おお。じゃあまあ700枚ぐらいだったのかな。700枚以上どころか。そうなんですよ。っていう感じですね。はい、ついに女帝誕生。あ、初の、素晴らしい、はい、ベルトを渡さないといけないっていうところで。あ、いただきます。いいですか。いただきますというか、まあ、はい、もっといていただければ。はい、了解です。お願いします。すごい。まあ、これで第4回、はい、リノ世界一はですね、神谷玲子さんになりました。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。王者から一言。はい、第5回世界、第5回リノ世界一決定戦が、はい、あるかと思いますので、挑戦者お待ちしております。そしてレジェンド枠でまたガルゾーさん、いやいやよろしくお願いいたします。俺呼ばれないかもな。もうということで、次回も皆さんお楽しみに。ありがとうございました。さよなら。さよなら。ありがとうございました。すいません。